申し上げます。うん、織田の軍勢姉川を渡り虎御座山に陣を敷くようにござりまする。うん、ご苦労。はっ。申し上げます。織田の兵ども城下に兵放っておりまする。うん、織田の兵ども近づけ近づけ。織田信長軍勢率いてこの山に登ってまいれ。さすれば思うつぼじゃ。正純、はっ。いかなることあろうとも城を出てはならぬと兵たちに伝えよう。はっ。よう。申し上げます。ひばり山の森吉成から陣整ったとの使者ござりました。うん、それにしても小谷城城下では一日中よく燃えてましたな。もはや火も消え城下町はただの焼け野原になったようにござりまする。柴田や藤吉郎たちが焼け払ったのじゃ、容赦はあるまい。それより朝倉勢の動きまだつかめぬか。は、今だ。朝倉とすれば浅井攻められれば知らぬ顔できぬはずじゃ。この間の恩返しということもある。必ず出てくる。しかし小谷城はまさに山頂の要害じゃな。あの山の険しさ、何とも攻めづらそうな城じゃ。はい、それがしお市様のご婚儀整えるため一度あの城に登りましたが、崖あり急坂ありで城へたどり着くまで一汗も二汗もかいたことを覚えております。しかもあの山の後ろは伊吹山系につながっており、たとえ城下焼き払い裸城にしても城取り囲むは大仕事にござりまする。まずは使者を送り城明け渡すよう話した方がよい。お市のこともある。いえ、朝倉勢姿現さねば夜明けから一挙に攻め上る所存にござる。お市の身をほんの少しでも案ずれば切っ先にぶり多くの兵死なせることになるやもしれぬ。第一、浅井親子は裏切り者じゃ。よってこたび話し合いなどなしでござる。恐れながら申し上げます。うん、横山城観音寺城のことを少々気になりまする。今少し見張りの兵増やしてはいかがにござりますか。この二つの城から死に物狂いの敵なだれ打って出てくれば我が軍勢の退路を塞がれまする。半日持ちこたえるだけの兵の数必要かと存じます。まだ足りぬと申すか。はい、では措置が必要と思う数だけ美濃の衆から回せ。はっ。では申し上げます。うん、三河徳川家康様お見えにござります。通せ。はっ。おお三河、さあこれ。はっ。我が軍勢いつでも出陣できまする。うん、そなたも多忙の身、この時期に出陣頼み申し訳ないことじゃ。いえ、それがしの方こそわずか3000ばかり率いての出陣にてお役に立てるかどうか心配にござりまする。いやいや、そなた自ら来てくれるとは思うてもおらなかった。厚く礼を申す。それがしこそ共に戦えることこの上ない喜びにござりまする。申し上げます。うん、朝倉が軍勢およそ78000、北国街道をこちらに向かっております。やはり出てきたか。どのあたりで見たのじゃ。横子の先にござりまする。では今頃は木の元あたりか。は、
朝倉勢急ぎ足にてもうその辺りに達しておると思いまする。うん、日の本とは近いの。我が三河勢で朝倉勢待ち伏せ、迎え撃ちまする。いや、朝倉勢現れるをもって浅井勢山より駆け下りてくるやもしれん。さすれば挟み撃ちとなる。一旦姉川の向こう岸に兵を引こう。そして横山城観音寺城を取り囲みながら敵の出方見ることにいたす。はっ、急ぎ向こう岸の辰ヶ花まで兵を引くのじゃ。はっ、では。姉川の向こう岸、辰ヶ花まで兵を引くと皆に伝えるのじゃ。朝倉意外と早く姿を現すやもしれぬ。急がせよ。ほう。これで浅井勢城から誘い出すことできるやもしれぬ。申し上げます。うん、織田勢虎子勢枕も千張屋枕も引き始めました。引き始めた。はい。朝倉勢に気づいたのであろう。出陣の用意いたせ。追い打ちじゃ。急げ。はっ。申し上げます。朝倉景武様率いる軍勢8000、五条下に近づいております。景武、朝倉義景殿は。はっ、少々遅れるとのことにございます。人の力当てにしてはならん。この戦、我らの戦じゃ。行くぞ。おう。